尺に、インドのジョージシ、マハーバーラタの登場人物。主人公のパーンダバラを害するカウラバ側の戦士の一人。ドリタラシュトラの妻、ガーンダーリーの兄もしくは弟であり、ドゥルヨーダナラのおじにあたる。ガンダーラ国王のスバラの長男。尺にはサイコロを自在に操れることを誇っており、ドゥルヨーダナにサイコロ賭博でユディシティラを陥れる。提案をし、ドリタラシュトラを、 言葉巧みに説得する。渋々集会の場に出てきたユディシティラを挑発して、すべての財産、弟たち、ユディシティラ自身と妻をかけさせて奪う。このサイコロ賭博を発端に、パーンダバとカウラバ両者は、対立を深めていく。パーンダバ追放後、森で暮らす彼らをあざけ笑いに行こうとするズルヨーダナに、同行するが、カルナ同様にガンダルバたちを前に敗走している。その後、 パーアンダバラに救出され落ち込むドゥルヨーダナを慰めて自殺を止めようとしている。戦争直前には息子のウルカにパーアンダバラへのバリ増言を伝言させている。クルクシェートラの戦いではパーアンダバの逸をサハデーバの対戦相手に指名されている。戦争十二日目には弟たちが倒された後アルジュナクリシュナ相手に現実を用いて戦っている。戦争十八日目 最後の指揮官であるシャリア王が倒れた後、ドゥルヨーダナの下で自軍を知ったしながら奮戦する。息子、ウルーカがサハデーバに殺された後、味方が乱れて逃げ出し始めるとそれと共に逃げようとするが、クシャトリアの務めを守り、我々と戦え、これまでの悪行の無償を今こそ思い知れ、ドゥルヨーダナの兄弟と身内で生き残ったのはお前だけだ。 今日こそ貴様の首をこの矢で跳ねてくれるわと大声で呼びかけられ、向き直って槍を持って立ち向かうも、サハデーバに腕と首を切られて殺害される。戦後のガーアンダーリーが嘆く場面では、その死を痛むと同時に、天界でも争いの種をまいてはいないかと懸念されている。ドゥバ、パラの化身とされ、一貫して悪役として描写される。ドゥルヨーダナは炎魂よりなる大樹である。 カルナはその幹である。シャクにはその枝である。とされ、主にドゥルヨーダナに邪悪な検索を行う参謀役とされる。ドゥルヨーダナ、カルナと結託し、様々な場面でパーンダバたちを殺そうとする。パーンダバとカウラバの戦争の発端となるサイコロ賭博の首謀者であり、作中ではあらゆる人物から邪悪な作詞であることを指摘される。ただし、 パーンダバを小冊しようとした老宮殿の策はドゥルヨーダナが考えており、牧場視察は主にカルナが提案をしていたりと、サイコロ賭博以外は目立った活躍がない。イカサマ賭博史としての描写が中心であるが、戦争前のビーシの評価では、お前の母方のお磁石には一人前の戦士である。彼はパーンダバたちと敵対関係にあり、疑いなく戦うであろう。 彼の無敵の軍隊は、戦いにおいて退却することなく、珍しい多くの武器を持ち、風のように迅速である。とあり、戦士としてもカウラバ陣営に貢献している。ありがとうございます。